おはようございます。西田渡です。えー、9月21日水曜日というところでいかがお過ごしでしょうか前日収録しております。今日はね、ちょっとマイクを変えました今まで、まあ、比較的口元に向けてこう斜めに入れてたんですけど、これ真上からストンと落としてる状態で、まあ、ちょっと動かさない方がいいかな。えー、MK1416 を、えー、映像のプロ、 はショットガンマイクを人に向けるのでは横方向ですと横に向いてると僕はこうやって喋ってるといろんなところの反響音も全部こう全部拾うので逆に上から向いているとせめて拾う反響音はここからこのテーブルのバウンス音だけなんで場合によってはここに吸音材的なねちょっと音を吸音するようなものをさっと置いてちょっとだけポンと置いて話したりするとこれだけでちょっと。 もしかしたらこの集音環境空間が変わる可能性があるかなと思って吸音材ちょっと,けん、えー、と検索して、えー、まあ例えば 30×30cm とか分かんないですけどここに今デスクあるんですよ。ここにデスクにポンと,この,、えー、とこ,このマイクの真下にポンと置いて放つだけでも変わるんじゃないかなと思ってやっておりますがおそらくねさっき検証した限りではこう、まあ、かなりマイクとの距離が近いのでねあの話してる限りでは えとまあ、僕の口元と真上からっていうところとはそんな大幅に変わらないのではないかなっていうことが予想されておりますがいかがでしょうかというところで昨日はですねなんと、えー、2B チャンネル 2B チャンネルの、えー、渡辺悟さんとね、えー、対談をさせていただきまして、えー、こちら、えー、これ写真マガジンって雑誌写真っていうすごくね、あのーまあ、有名な写真家さんが載る雑誌があるんですけども、えー、なんと これが7月と1月に発売している雑誌なんですけれどももともと日本カメラの編集長だった方が今編集長されているのかな村上,様村上さんというねで、えー、昨日渡辺諭さんからオファーをいただきつつこの雑誌の1月20日に出るボリューム3でねこの雑誌写真で僕と渡辺諭さんとの対談ですね、まあ、写真の未来的な感じなんですけれども。 総合的にカメラはどうなるかなとか、えー、写真家ってどうかなとかっていうそういった目線でいろいろとお話しさせていただきまして、まあ、これからもねあの、えー、YouTube のコラボとかもさせていただけたら嬉しいかなと思った次第でしたでおそらくですが、えー、渡辺諭さんがねゲイズ、えー、渡辺諭さんのチャンネルで僕の写真集ゲイズをねご紹介いただけるっていう、えー、打診をいただきましてもう本当に小躍りしてる次第でございますまた えー、そちらのね、えー、渡辺悟さんのツビチャンネルさんの方で、えっ、ー、と、ゲイズが紹介された動画を上げていただいた暁には、ぜひともね、まあ僕の方でもフォロー、も,もちろん、あの、皆様にね、こちらですっていうふうにお届けしようかなと思っている次第なので、よろしくお願いします。っていう形ですかね。今日なんですけども、これ、来ましたじゃじゃんと。えー、RF50mm、え、ごめんなさい。EF の久しぶりだから間違えちゃった。EF の 50mmF1.4。F えっと、名前も、USM かな ?IS もないもんね、これね。EF の5 0 m m F1.4、USM ですよね。えっ、ー、と、買い直しました。昔持ってて、えーと、業務でも使ったりしてたんですけれども、昨日、おとといかな、メインチャンネルの方で、この、えー、R システムと今 EF システム組み合わせたら結構熱いんじゃないかっていうお話の。 YouTube 動画メインチャンネル出しましてで早速ねマップカメラさんに中古をポチッと言っていたのが届きましてマウントアダプター経由で今はこちら EOSR6 にマウントアダプター経由コントロールリングはね僕の場合はもうここダイヤルが3つありますからコントロールリングはいらない、えー、露出補正絞り、えー、シャッタースピードもうこれで十分ってことでねやっておりますのでこれで十分なんですが要するにちょっと長くはなってますがかっこいいですよね見た目も。 えー、いくらだった2 1000円ぐらいだったかな中古良品だったかな綺麗です非常にで撮ってみたところ開放値では案の定色収差出てますが、えー、RF レンズ RF の L レンズほどのカリッカリの解像感はないということでやはり RF レンズとこの EF のオールドレンズですよねもうこれも20年以上前に出てるはずなんですよで未だに現行かなあの現行品として一応は出てるはずっていうところでまあ明らかにこの描写が違うで また今度ね動画出そうかなと思うんですけども改めてねキャノンがまあサードパーティーシグマとか、まあ、タムロンサードパーティーを、まあ、ある意味で、えー、参入させないというかその理由もそうだなと思いました仮に、えー、と L レンズの F1.4 が欲しいってなればよく考えたら 85mm で F1.4 が欲しいってなれば EF の 85mmF1.4 って名曲なんですよねただ5 0、mm、の EF の 50mm の F1.2L は若干ジャジャウ馬なので そこ r f の50の1.4の L は欲しいなっていうのは実際にあるですがまあ50の1.2が9 0 0ムであってまあ5 6 0 0ムで F1.4 の L 出すぐらいだったらまあちょっとっていうところもありますからねなのでなんかこの辺の絶妙なバランスなんですが何でもうようにこの EF レンズとマウントアダプターの出来が、えー、キャノンって本当に優秀なのでやっぱ結果、あのー、サードパーティー 現状いいらないよねって、サードパーティーで何て言うんだろう RF レンズでない場所とかっていうんですが EF レンズを探っていったら全部あるわけですよね例えばですがちょっと特殊な例で言うと EF の8十5 m m の、まあ、ズーム型のフィッシュアイだとか例えば EF1124、e、だっけな超広角のズームレンズも F4 であったりすると、まあ、デメキンタイプのね、まあ、大きいですがそれもマウントアダプター級で使えば けけちゃうわけですよね3日パがないじゃないかって言っても EF の3日パの3型枚でしたっけなとかそういったことを考えると確かに EF レンズと RF レンズをこういうふうにシームレスに R システム R6、5、R3 組み合わせていけばいや全然いけるよねっていうふうに結論付けて逆に僕みたいに今回わざと,、えー、と映らないレンズ RF レンズよりも映らないレンズをこういった形でつけてしかも2万1000円ですよ。 F1.4 が。なのでこういったレンに楽しく使うことができるって考えたらやはり結論,結論1億5,000万本出ている EF レンズをシグマ・タムロンっていう,う前にう 活用すればいいじゃんっていうお話かなっていうふうにも思ってますしあとやっぱ純粋にちょっとね素材感ポリカーボネートとここのね黒の素材感グラデーションとか多少違いますけれどもまあそこはご愛嬌としてあとは薄いですよねさっきもね絞り開放とか2.0とかでピントを取って取ったんですけれどもやはり非常にいいですねあのピントの精度も当たりますがデュアルピクセル CMOSA 2増面操作なので前ピン後ピンが基本ないと。 で、その中で色収差は出てました。やはり1.4の解放とかだとピントがあったボケ1のすぐ奥には、えーとえー、ブ,ルーブルー系のフリンジが出たりとかね、色収差は相当出ます。なんでこの辺は、まあ、むしろ愛嬌というふうに捉えてやっていくっていうね。そういった感じか、まあ、フリンジの処理はちょっとローデータの時に、まあ、データでフリンジ処理っていうのをやるかっていう。まあ、そんな感じはなるかと思いますが。 あえて狙いでその辺をやっていってみようかなと思ってまして、近日中に早速届きましたので、こういった形でね、いかがですかこのフォルム、こんな感じ。重さはですね、1030g ぐらいだったかな。R6 とマウントアダプターと EF の50の F1.4 ってことで、1kg、ジャストぐらい。まあ悪くないですよね、この感じ。多分まあ普通にちょっとしたまあカメラバッグ、まあ例えば僕だったらエブリデイスリング3リッターとかに、多分ズボッと余裕で入りそうな。 感感感じじななのででで片手でこう持った感じも違和感ないですねグリップがやっぱしっかりしてますので 1kg だったらもう全然やっぱり RKR65 とかはへっちゃらかなと思うのでちょっと僕自身もね R65 が出てから EF システムとほぼほぼ組み合わせたことがなかったのでゲイズ Vol2 でね R5 と EF の 815mm っていうのをくっつけたことはあったんですけどもそれ以外で くっつけて撮影したっていうのは EF の2400の F4 すらも R6 と R5 でくっつけて撮影したことなかったなともうすでに RF の2400の F4 持ってましたからあえて重たくしてね、えー、画像を劣化させる必要ないじゃんっていうふうに考えていたあのタイプだったので。 ただ今は逆にわざとね、明瞭感が高すぎる R6 の、まあ、ローデータっていうところを、あえてちょっと映らないレンズによってカバーしていく。そして、えー、もちろんですが、デュアルピクセルシモス AF。もう本当に自由自在に AF はもう素晴らしいですから、その辺をうまく利用して楽に撮影していくスナップスタイル。これ意外と面白いかなっていうところの提案なんですよね。なので、早速来ましたので、 まあ天候もね、ちょっとさ最近ではちょっと台風とか来ていたので、ちょっとそんな多いルとはスナップいけなかったんですが、おそらく今日、えー、9月21日かな、は多分晴れる、晴れまではいかずとも雨は降らない可能性があるので、その際は早速これでちょっとスナップしてみて、まあ要はゲイズ的世界観、ゲイズボリューム5もありがとうございます、好評につきもう間もなくっていうところでもあります、ゲイズボリューム4など、えー、2、3、3もね、 こちらも引き続き販売しておりますので、ぜひともこのキャノンで撮った、えー、そういったもろもろコンデジで撮った世界観というところをね、直接印刷で、印刷でご覧いただくとまた、 面白みが増すと思いますので、ぜひともコンデジで撮ったり、それこそライカで撮ったり、そして R5、R6 で撮ったりとかっていうものが、こちらの表紙などはね、R3 と RF の 50mmF1.8 で撮ったものとなってますので、ISO10 2400での表紙でございますっていう、<laughs> R3 のとんでも性能、ちょっと明瞭度は強い感じでわざと仕上げてまして、勢いを見せております。ISO10 2400の、よ s R3、RF50mmF1.8 の えー、作品っていうところでそちらもね合わせて生ものでご覧いただけたらと思っております。っていうところでじゃあ R6 と EF の描写っていうところを近々メインチャンネルで出してみようと思いますので楽しみにしていただけたらと思っております。では今日も使い方にお過ごしください西田航でした。どうも。